というふうに思っています。でただまあこのエリアに降る雨というのがございますので、そういう意味ではゼロにはならないと、透明度がゼロにはならないと思っています。先ほどもちょっとご質問にありましたが、原子炉建屋、タービン建屋に溜まっているその、滞留している汚染水と、それから地下水とのバランスをとっているというふうに申し上げましたが、そのバランス非常に重要だというふうに思っております。従いまして囲い込んだ後、もちろんあの、地下水の低下に伴ってタービン建屋の中の水を抜いていくということをしていきますが、そこは細心の注意を払ってやっていく必要があると思っております。で必要あれば囲い込んだ後に、囲い込んだ内側に、水を逆に注入するということで、そのバランスを取りながら注意深く水位を全体として下げていくということをすると考えております。それはあの一応この考え方についてはあの5月30日の汚染水処理対策委員会の報告書の方であのまとめさせていただいております。バランスを取っていく、バランスが取れている状態というのはどう判断されるか。一応基本的にはあの建屋の中の水位よりも地下水位の方が高いという状態を維持し続けるということでございます。それはじゃあその建屋の中に流入し常に流入している状況っていうのをどこかで観測しなきゃいけません。まあ、一応その水位を測っていますので、建屋の中の水位が今どこかということと、その地下水位が今どこかというのは分かっておりますので、それはあの規制庁さんの方で聞かれている保安規定にもあの義務付けられていると理解しておりますので、それに従って東京電力は水位の管理をしているところでございます。バランスが逆に逆転してしまった場合の想定と対策というのは何か考えられますか。そうならないように細心の注意を払って、水を下げていくということだと思っておりますし、まあ、陸が遮水壁というのはぐるっと取り囲むということでございますので、まあ、そういった場合でもその内側にはとどまるということにはなろうかと思っております。つまり四隅囲っていうので仮に逆流してしまったとしても外の環境には出ないだろうと、そういうお考え。まあ、基本的にはそういう考え方でございます。その地下水のバランスは基本的に東京電力がそれやることになるそのと思うんですけれども、その、まあ、規制委員会とどう対処しているか、先ほどその国がもっとコミットしなさいというお話がありましたけれども、その東京電力が大丈夫大丈夫って言っていることについてどうやって検証していくかというのが非常に重要だと思っていまして、この間の地下調水素の問題をやって このこれまでの会議を見ていると東京電力が大丈夫だと言っていたと、結果的に大丈夫じゃなかったと。でこれこの未知の領域に飛び込むときに、その規制委員会でどういうふうに対処していくか、このポイントについてはいかがですか。今の件、特にこの凍土方式の件につきまして、5月30日 の汚染水の委員会で決まったことですけど、この議論に我々も参加しておりました。でその時にも議論があったんですけど、まあ、今そういった対策を取るといったまず、基本的な考え方を我々確認しているだけなんですけど、この後まあ、資源エネルギー庁さん、東京電力、またまたまたメーカーも入れてですね、具体的な対策に転化していくと思います。でそういった中で我々としてはいろいろな規制基準、との関係をしっかり見ていくといったことで考えておりまして、それはしっかりとこの後確認していきたい、具体化してきたら確認していきたいというふうに考えております。ロシアの浜田です、ね、観測員のですね、水位が上昇が、まあ、観測されてますけれども、これが地上にあふれ出す恐れというのはですね、どの程度だと思います。まあ、今週中に組み上げを開始するということですので、まあ、地表にあふれ出す前に組み上げると思っておりますが、最新 の, そのデータを言いますとこの瞬間持っているわけではございませんので、私の理解としてはあふれる前にも組み上げを開始するということになろうと思っております。もし仮にそのあふれ出た場合にですね、作業環境にどういう影響が与えているのか、まずこのエリア非常に放射線量が高いエリアでございますが、それは一つには1、4号機のそもそもの、線量の影響を受けているということと、それからトレンチの中に高濃度の汚染水が入っていることによる、線量の高さであるというふうに思っております。
で他方そのトレンチの中は非常に高いレベルではございますが、高いレベルセシウムを含む汚染水でございますが、この地盤改良しているエリアに漏れているものについては、トリチウム、それからストロン、全データでございますが、ストロンチウム90ということでございますので、作業ができなくなるということにはならないんじゃないかと思っております。テレビ朝日の村田です。お願いします。ちょっとついていけなかったのでおさらいになるかもしれません。資料のこのカラーのページの地下水の現状にあるですね、文言、1日約1000トンの地下水流入があり400